どうも佐久間和幸です、楽屋だよりということで今日は、沼津楽運吉本劇場の楽屋からお送りしております、静岡県にあります、こちらの劇場月に1回出させていただいて、今日も出番で来ております。はい、今日は、何が、テーマかというと、この件で買ったものをこの件で捨てれないみたいなことなんですけど、例えば、今日だったら沼津、来てます静岡県に。東京でじゃあおにぎり買いました。で、新幹線で食べました。でこの出たおにぎりのこの包んでたゴミを静岡県で捨てるのがちょっとあーってこうなる。これ共感できる人いるのかな、このね共感する人が少ないであろうなシリーズです。はい、だからこれ順番に言った方がいいかな。とにかくこれすごい極端な例だと思うんですよ。で一番皆さんがそれなら理解できるわっていう範囲だと思うのは、じゃあ変なし、もうじゃあ海外、東京を出発しました、これを着て出発しました、海外に行きました。で例えばフィリピンとか、俺も一回行ったことあるからフィリピンに行った時に、フィリピンの現地で何かしらでこのパーカーがなんか破れちゃったとかで、もう使い物にならない、さすがに縫ってもダメだっていうぐらい、パーカーが破損して、でさすがにこれはもうダメだから現地で何かしら服買って、これは現地で捨てましょう、現地で捨ててもいいですよってなった時に捨てれないというか、なんか東京っていうか、まあ日本でずっと着てたパーカーを違う国になんかポンってできない、でポンってしなくちゃいけない状況なんだけど、それだったら東京に持ち帰って東京の自宅でちゃんと、全うしてくれてありがとうって言って自宅で捨てたいとかなんかあるんですよね。これが一番理解してもらえる範囲かなと思います。それのすごい究極版で、新幹線内だったらできないんですよね。東京駅でじゃあパンとコーヒー買いました、新幹線の中でパンとコーヒーを楽しみながら、でこの静岡県着きました、で新幹線の中とか、駅のホームにもゴミを捨てるとかあるんじゃないですか。でそこで、捨てる分にはなんか平気なんですけど、なんかこう移動の時に買ったやつじゃないやつというかなんかできないんですよね、捨てる時に。ああだからより一番思ったのは、まあ、海外もそうですけど沖縄もそうかな。沖縄にもこの吉本の劇場があって行った時に、俺は、沖縄に来て、もちろん沖縄で買ったものを東京に捨てる時もあるんだけど、まあそれの繰り返しでやってるんでしょうけど、ふとそれだけを切り取ると、東京で買ったもの、東京でおにぎり買いました、沖縄で食べました、沖縄にこのおにぎりのゴミだけを捨てましたってなったら、俺は何しに沖縄に来たんだ、ただただ沖縄からしたらただ東京のゴミを捨てに来た人なんじゃないかなっていう、これがすっごい考えすぎです。結局その逆もしっかりなんで、それの繰り返しなんだけど、分かるんだけどすげえそれ考えちゃうんですよ。で一人だけ理解者がいました。これ意外かもしれませんけど、ピースの綾部裕二くん、綾部がね、なんかふとこの話になって、なんかね新幹線一緒だったのかな、何年か前ねの時に、なんかゴミを捨てる時になって、なんか捨てれないんですよね俺、仙台からなんかで、ね、営業かなんかで一緒だった時に、東京から一緒 で仙台の時になんか捨てれないんですよねっつって、東京戻ってから捨てますよって言ってて、すげえわかるってなって、これマジ意外かもしれませんけど、そこの気持ちが一緒だったんですよね。綾部は同じ茨城県出身、そして同じ年齢なんですよね。はい、すごく結構共通点持ってるんですけどね。はい、という感じでした。共感できる人いるのかな、細かすぎるかな、はい、という感じの、楽屋だよりでした。いろんな劇場からまた、お送りしたいと思います。ストーリー、最後にちょっとおまけというか、いつもね沼津に来るとこのお弁当をねいただけるんですけども、ここのね最高なんです。鳥湯さんの唐揚げ、まあ、お店で食べるのが一番美味しいんですけど、このお弁当でいただけるんですけど、この唐揚げは俺は日本一だと思ってます。最強の唐揚げだと思ってます。これが最高なんです。これが沼津に来たなっていう感じなんですよ。最高だから、いやーうわうわうわ、いやー俺はこれ本当日本一の唐揚げだと思ってる。最強に美味しいから、嬉しいな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 。
。